えー、皆さんこんにちは70歳前半のサラリーマン OB による西洋哲学入門の今日は11回目を始めやらせていただきますで今日は引き続いてですねプラトンの3回目に入ります、えー、今日はですね、えー、ちょっと最初からあ 聞き慣れない言葉かもしれませんが四言徳という話をしますでその四元徳の話をする前にですねまず一番目に「魂の三分節という話をしますあのプラトンの師匠であるソクラテスはですね徳これアレテと言いますがそれを重視しましたですねで、まあ、徳というのはですね えー、あのソフィストなんかが言う徳というね何か得意なものがあるということではなくてですね知、えーえー、を求めるというようなですね、えー、そういった意味を持ってましたですね。でその,その徳ですねあれてをプラトンは理論化を試みたわけですね。 で、プラトンの説いた四弦徳という言葉があります。で、この言葉はプ,プラトンが考え出した魂向上のための思考法です。いいですか？魂向上のための思考法です。で、この思想はですね。人間力を高めるという点でもですね現代においてもかなり役立つではないかなという風うに私は思います。 でこの四原徳を知る前にですね知っておいてかなければならない、まあ、前提としてですね知っておいてほしいのがですね魂の三分節という考え方思想ですこれはですねプラトンが生み出した哲学用語でプラトンの思想を知る上では欠かせない意味を持っていますここでちょっとですね 前回までのおさらいをさらっとやってみたいんですけどねプラトンはですね感覚が捉える絶えず変化消滅する不完全な現象界に対してですねそれらの原型となる永遠不滅のイデア界を説いたんですね。この世界を2つに分ける二元論的世界観いわゆる二世界論を展開したわけです。 まあ前回もこれに近い絵を出しましたけど要するに理性がですねイデア界イデア本質を見つめていくんですね一方感覚はですね現象界いわゆるこの世の中にある個物ですねこれを見ているわけですねでイデア界っていうのは永遠不滅完全原因 それから普遍、それから理想、原型、いわゆる真実の真真実、真実在ですね。で、感覚界が見ているのは現象界、個物ですね。個々のものですね。で、これは生成変化するし、不完全であるし、原因に対する結果であるし、普遍に対して個別だと。で、イデアの影だと。まあ、仮のものに過ぎないということですね。 でソクラテスなりですねパラトンが大事にした魂っていうのはどこにあるのかというと、えー、魂のふるさとはですね現実の現象界においてはあの魂は肉体、まあの極にとらわれていると、まあ、いうような表現をするんですね。 極、まあ、っていうのは地獄の極か、韓国の極か分かりませんけどね。で、そこでですね、現象界からイデア界を、というかね、現象界にいる我々人間がイデア界の理想をですね、学ぶということは、新しく学ぶんじゃなくて、想起する。ね。その現象界に生まれる以前にですね、 えー、持っていたものを想起する思い出すということなんだと、まあ、想起説というような言い方をしましたねでこのイデアを恋したう精神的な欲求ねこの思い出そうというような精神的欲求のことをエロースと言ったんですねで哲学者なりですね哲学を志す者は常にこのエロース に動かされてですねイデ,アをイデア界を求めていくんだというようなことを前回まで説明したような気がするんですね。まあ他にもいろいろありましたけど、中心的なところはこんなところかなと思います。それではですね、人間はどのようにそのしてですねその善を達成するんでしょうかと。と プラトンは、ね、人間には魂善を目指す個体があってですねその魂が人間の精神活動の源であると考えますそしてその魂は働きね働きという観点から3つに区分できるとしますつまりですね魂というのは理性危害ないし記録欲望この3つに がででですすね。ね。魂の中にです、ね、で理性というのは知恵を愛する部分です。知恵を愛する部分です。気概・気力というのはこれは名誉を愛する部分ですね。名誉を愛する部分。で欲望というのは利得を愛する部分です。ね利得を愛する部分。でこれを魂の三分節三分節と言います。 そしてですね、この魂の三分節の関係をですね、2頭の馬を操る人という例で説明をしてるんですね。そこでは理性はですね、まさに馬を操る人ですね。2頭の馬を操る人。まあ言ってみれば馬車を操っている何ていうですかねそれに乗って指揮をしている。 ようなイメージですねで、えー、一つの馬はですね気概ですよ気力これはある意味で従順な馬なんですねでもう一つのあれは欲望なんですねこれは暴れ馬ですね暴れる馬ですでそういう状態の中で理性がですねうまく気概いわゆる気力とですね 欲望をですねコントロールすることで善にたどり着くことができるんだというふうに言ったんですねで先ほど話したようにですね前提条件として魂がですねこの3つの要素からできているということをまあ確認しておいてくださいね理性危害節望といわ欲望と、ね、えいうことですね 次に、括弧に、本日の取材である4元徳ですが、えー、ではその4元徳というのはどういうものなんでしょうかと。前に述べましたように、魂は3つの要素でできています。で、この魂がですね、えー、その能力をですね、その魂の持っている能力を十分に発揮した状態、要するに、 良い方向で発揮した状態、良き魂がですね「徳」だということになるんですね。で「四元徳」というのは魂を構成する3要素さっき言いましたね3要素がそれぞれの能力を十分に発揮することで獲得することができるんですね。ということで「四元徳」というのは魂の3分節の進化系ということになるわけです。 進化した形ですね。具体的には以下のとおりになります。えー、さっき言いました3つのね三、えー、分節理性、危害、確固、記録、欲望はですね、それぞれに対応して持つべき性質、徳があると言います。要するに、えー、その魂の三分節をね、えー 十分にその能力を発揮すると得になると言いましたがそれはどういうことかというと理性を十分に発揮すると知恵という得を持つことになります。知恵という得を持つ。で、機械、気力を十分に発揮するとですね、勇気という得を持つということになりますです。3番目はちょっとね、あのえー、独特な感覚なんですけね。 欲望というね、これを、その、えー、能力をね、十分に発揮するとね、逆に、節制というところを持つことになるというふうに言うんですね。まあ、欲望というのは逆に言えばですね、ある意味で、正義をするというふうに持っていけばいいものになるというような意味だと思うんですね。 であの先ほどの二刀の馬を操る人という例をしました、えー、示しましたけど、理性の徳である知恵がですね、勇気や節制、ね、勇気や節制を正しく導くことで、一個の人間としてバランスが取れてですね、正義そ、そういうことによって正義という徳が実現するんですね。つまり、知恵と勇気と節制を 合わせますとですね正義という図式が成り立つんですねこの4つをまとめて四元徳四元徳というものですでこの4原徳をもってですね魂をより良くするように努めることが人間として生きるということだというふうにプラトンは説いたんですねつまり4原徳とはですね 正義を求めるための思想なんですね。正義を求めるための思想なんです。で、これまでの内容をですね、図式化しますと次のようになる、なります。まあ、ちょっと、こういうものをですね、図式化するのがいいのかとかはわからないんですが、ちょっとわかりやすく図式化してみるとこういうことです。左が魂の三分節右が四元徳ですね。 で魂の三分節は理性これは善を目指して進もうとするものですね次が気概かっこ気力これは理性に活力を与えるものだと、ね、活力を与えるものだというような表現をしますで欲望これは場合によっては理性を邪魔するものですよね邪魔するものでこれがそのまあ3つをですね コントロールするということが行われる。ね、でこの3つの魂の3分節の能力をですね、十分に発揮した状態が得だというんですね、得。で理性は十分に発揮すると知恵という徳を持つこと危害は。危害ないし、気力はですね、勇気。 勇気とという徳を持つことになる欲望はそれは節制という徳を持つことになるでまさにその理性がですねその気概と欲望をコントロールしていくこういうことになるんですねでそれでバランスがこのね3つの,3つのバランスが取れ正義という徳が実現するんですねこのバランスを取り ことによって4番目の正義という徳が実現するんだと。なこれが四元徳という考え方ですね。これは魂だとか徳に関するですね。ソクラ,スソソクラテスがまあ課題としてずっと持っていてですね。まあ、そして途中でま命を絶ったわけですが、その、えー、魂徳に 関するソクラテスの課題に対するプラトンの答えだというふうに言われています。えー、ということでですね今日は四元徳ということを中心にですね、えー、話をしましたさせていただきました、えー、最後にいつものようにですね、えー、今日は、まあ、プラトンのですね、えー、名言を一つ紹介します。 親切にしなさいと。あなたが会う人はみんな厳しい戦いをしているんだからと。親切にしなさいと。あなたが会う人はみんな厳しい戦いをしているんだからと。これってあれですよね。我々はどうも失いがちですね。なんで俺だけだとかですね。なんであいつだけだとかですね。うん ちょっと違うんですけどね、私はあの人,人生のどこら辺のどこかな、途中から、要するに、人と比較することをやめたんです。ね。人と比較する、いや、人とお付き合いをやめたって意味じゃないですよ。人と、えー、比較するのはやめた。ね。で、あのキリがないじゃないですか、人と比較したって。 それよりも比較するんならあー自分の過去と比較すべきかなというふうに思うようになりました。な,なぜかというとですね、えー、まあ,あ死後のことも分かりませんしねそんなことは全然分かんないんですがまあ,あどうせ生きるんならですね 昨日,昨日よりも今日が少し進歩していて、今日より明日が少し進歩して、えー、いけばいいんじゃないかなというね、まあ私のようなそんな大した能力のない人間ですが、えー、少しでも進歩していけばいい。だから比較するのは過去の自分とどうかと。交代するんだったらね、それ直さなきゃいかんし、少しでも進歩してるんだらね、 あよかったなということでね、えー、これは進歩してるというのは周囲の皆さんのおかげで多少なりともですね、えー、進歩させてもらっているわけですから、まあ、感謝しつつ生きていこうというように考えるようにはしておりますで何て言うかなそのあなたが安婦でみんな厳しい戦いをしてるというのだ。 プラトンは言ったことは確かにね私はね99%当たってると思ってますでもねだのに私人間ができないですねたまーにねこいつだけは許せないってやつがねたまーにいるんですよねあの 特に権力を持った偉いような人にええそこはちょっとねみんな厳しいまあ彼らも厳しい戦いをしてるのかもしれませんけどねまあちょっと余計なことです。<laughs> えということで今日はあのプラトンのですね「四元徳」「魂の三分節から四元徳」の話をですねえさせていただきました。えー ということでですね、次回はあ、プラトンの4ということですね、4回目ということで、プラトンについてはまあ最後にしたいなと思っています。まあ、どんなお話になるか、ちょっと今ね、あの、えー、作ってる最中なんですが、おそらくあの、プラトンの政治論ですよね。うん。プラトンが、まあ、プラトンは実はあの政治家を目指したんですね。 政治家を目指したものなんですが、その、ソクラテスを推しに追いやったですね、アテネの民主政治というか、集偶政治にですね、うんざりして哲学を志すんだなったんですね。そういうことがなかったら、おそらくプラトンはね、いわゆる政治家になったと思うんですね。ということで、 彼の政治想ってのはどういうものだったのかなということをですね、最後に説明できればなというふうに思います。それでは、今日は、プラトリについての話は終わりにしたい,いや、今日の話は終わりにしたいと思います。ということで、サラリーマン、ね、高川サラリーマン OB の私、 からの話はですねえ。されどサラリーマンであるね将来のある皆さんにですね聞いていただきまして、本当に感謝しております。ということで、ご清聴ありがとうございました。以下の2点はですね。いつもの通りです。気が向いたら一つよろしくお願いいたします。それでは。今日はありますけど、まあ、まあ、あのプラトンについては。 はですねえー、3回までやりましたので、なるべく早いうちにですね。4回目をお送りしたいと思ってます。それでは失礼いたします。